guys, I'm Marisa Nanase. Today, I'm going to talk about how I get high score of listening part of TOEIC test. 今日は TOEIC テストで短期間でリスニング満点取れた方法について皆さんにシェアしていきたいと思います。まず、私の受けた TOEIC の去年ですかね、点数、リスニングの点数こちらです。はい。455点、そして460点、そして485点、で、その後に満点495が3回取れました。ということで、この495の満点取るまで、満点1回取れたらもう3連続満点なんですけど、それまでの間って455点、60点、85点ってもう全然ね、伸び悩んでたんですよ。で、ここで何を変えたら、なんでこんだけ取れたのかについて皆さんにシェアしていくので、結構なかなか上がらないよって伸び悩んでる方とか、リスニング、まあ満点までいかなくても点数上げたよって方はね、よく、参考になるかなと思います。で、そもそもトイック初めて私受けた時って、リスニング、トイックのリスニングの印象言っていいですか？早いし、まあ、アクセントがなんか違うって思いました。学校のこうテキストとかで流れるような英語って、Hi, my name is Arisa みたいな感じのこうすごい綺麗な、ちょっとゆっくりめの英語なんですけど、トイックってこうどちらかというとナチュラルなこう現場の生の英語が多いので、Hi, I'm Arisa みたいな、こうなんて言うんだろうな。もう速さも2倍速みたいに聞こえたし、当時やっぱりこう発音とかも、特に今でもね、あのイギリスとかオーストラリア英語とかちょっと苦手なんですけど、ニュージーとかあのその辺が違うし、半分以上当初わからなかったです。初めてトイック受けた時はリスニング半分以上できなかったです。で、しかも1回しか流れない。学校のテストとか英検も確かに1回流れてたっけ、2級受けた時と違って、もう1回しかなんで流れないのっていう風に思ったし、しかもメモができない、書き込みもできない、回答用紙もメモできない、どうやってみんな聞くの、なんで答えれるのっていう風に正直思いました。で、これの克服法としては本当に語彙力が結構大事っていうのと、スピードに慣れるっていうのが大事だなと感じました。ということで、まあそのね、私も初めそこのレベルだったんですけど、どこをどうしたらクリアできたのかについてですね、お話ししていきます。ということで、今そう思ってる人不安がらないで大丈夫。まずこの伸び悩みをね、脱出するために何が大事なのか3つまとめました。1つ目が量です。やっぱりリスニングマイクね、動画でいろんな動画で言ってますが、量が足りてないことが多い。なのでこう量っていうのは範囲もあるしね、もし例えば4セット分丸暗記ぐらいのレベル、1個だけだと足りないと思うんですよ、もしね。なので、もう本当にやる量が足りない。あと回数ですね。の量。その量、とにかく量が足りないっていうところです。で、実はリーディングパートをやっても伸びるんですよ。私、どちらかというと、リスニングとリーディング、リスニングの方がやっぱり得意だったので、ぶっちゃけ、まあ、リーディングの方に重心を置いていたというのか、リスニングは本当に二の次だったんですけど、でも、リーディングパートやってたら結構必然と上がってきてるっていう声もよく聞くんですね。ということで、リーディングパートやっても伸びるよっていうことをとりあえず、はい、覚えててください。あ、ポイント2つでした。すみません。で、今ね、このトイック、リスニング満点に取れたらどういう感覚になれるかについてもシェアしておきます。まず、ペースが崩れることがないんですよ。先読みのペース結構800点ぐらいの時までって、ちょっとメンタル的に、あ、さっきの何だったっけなとか、気になっちゃってペース崩れることってあったんですよ。800点ぐらいまでありました、全然。でも満点取れる時は絶対ペース崩れない、うん、あ、違ってたなと思って もう切り替えて次みたいな感じで、もう本当にペース崩れず進むことができました。だからメンタル的にね、強くなったのかなと思います。あと、先読みに迷いがない。もう先読みの方法決まってるから、自分の中でもう迷うことなく、もう時間がないときはこれとこれとこれだけ確認みたいな感じで、本当に迷いなく先読みができました。だからね、そこにね、余裕ができるんだよね。あとは聞き取りにね、確信が持てるようになりました。もう知らない単語がもし出てきても、リスニングパート、まあ1個か2個ぐらいだったかな、確か。うん、そうですね。で、まあその分からない、知らない単語1個か2個出てきたら、これ何なんだろうな、この単語だけ分かんないなって解きながら分かるじゃないですか。で、答え合わせする時とかに見てみると、あ、この単語知らなかったみたいな感じで、もうそこだけ覚えていけばいいので、結構単語力は本当につけばつくほど楽になっていく。その
数少ない単語だけ覚えればいいなと思いました。で、あと、まあ、日本語訳をね、やっぱりしっかり確認して、こう、いくらね、ちゃんと聞き取れて、あ、この内容は分かってたのに、この内容は分かってる、みたいなふうに思ってても、意外と細かいところを分かってなかったりとか、知らない単語入ってたりとかもするので、もう日本語訳をしっかり読むように、そこは意識しました。続いて、逆に、これしなかったよっていうことをちょっとお伝えしておきますと、遅い英語はもう耳に入れないようにしました。例えばテキストとかについてくる英語とか、こうナチュラルスピードというかゆっくりに聞こえちゃうような英語はとにかく耳に入れない。もう自然な海外ドラマとかの英語、もしくはちょっと早めの英語しか耳に入れないようにトイックの期間はしてました。オンラインのね、英語の先生とかでちょっとたまにゆっくり喋っちゃう方とかも見えるんですけど、まあね、なるべくこうナチュラルスピードで話すように、話すというか聞くようにしました。あと読む速さもリーディングで鍛えておくといいと思います。これパート7とか6とか7が結構最後の方にね、対策というか頑張ってやったんですけど、その読む速さを速くするとやっぱり聞く速さにもついていける。まあどっちが先でもいいと思うんですけど、とにかく読む速さやるとリーディングもアップするし、リスニング力もアップしていったっていうことでつながってるので、読む速さとにかくね、なるべく早く読めるようにしました。あと、最後のポイントがデータベースを増やすというのが大事で、特にトイックパート3、4って意図問題が出るじゃないですか。この問題の意図はみたいな、この人は何を意図して喋ってるのかみたいなところが出てくるんで、森を見るタイプっていうか、こう全体をね、把握してないと解けないような問題、そういう意図問題ってやっぱり会話の流れを分かっていないと解けないし、正確に聞き取ることができてないと解けなかったりします。なのでこの意図問題をクリアするためには、やっぱりそれなりにトイックのパターン、ストーリーを理解していく、つまり自分にそのトイックリスニングの話のデータベースを増やしていくっていうのがすごく大事になるかなと思います。今ね、ちょっとね、実はね、ここだけの話なんですけど、このデータベースを増やすっていうところで、ちょっと YouTube 上の動画で私面白くこう皆さんにそのデータベースを動画にしてできないかなと思って、ちょっととあるプロジェクトを考えているので、お楽しみに。はい、チャンネル登録まだの人はぜひしといてください。本当に見るだけでね、スコア上がってほしいなって思ってるんですよね。続いて先読み、ちょっとね、ここでおまけ的なんですけど、先についてご紹介しておきます。先読みはもう絶対した方がいいんですよ。パート3、4って先読み絶対した方がいいと思うんですよね。トイックに、まあ、600点ぐらいだったらしなくてもいいかもしれないんだけど、まあそれ以上を目指すのであれば、やっぱり先読み大事になってくるかなと思っていて、会話の内容が予想できるんですよ。質問とか読むと多分こんな内容言うんだろうなって予想して聞けると結構ね、聞きやすかったりします。あとどこを聞くべきか分かりますよね。この女の人が男の人に頼んでる、その頼み事を聞けばいいんだなっていう風に全部聞き取らなくても済むっていうところ。あとはやっぱり先読みちゃんとできるとメンタル的にも安心するし、ペースも崩れにくいということで、先読みの練習はね、もう絶対した方がいいかなと思います。どういう風に先読みをしていくかについてね、以前動画にもアップしているので、よかったら過去の動画チェックしてみてください。リスニングパート、特にパート3、4って短期記憶が結構大事になってきて、要はストーリーでこうね、話した会話の内容を次の瞬間も覚えてなきゃいけないっていう、その短期記憶の部分が能力として必要になってくるパートだと思うんですが、今でも私それすごく苦手で、例えばオンライン英会話のネイティブキャンプ私やってるんですけど、そのネイティブキャンプでトイック対策があって、リスニングで一語一句答えなきゃいけないっていうのがあるんですよ。例えば質問をなんか What's your name? って簡単にね、もし言ったとしたら What your name? って今言ったんだっていうのをこう答えなきゃいけないっていうのがあるんですけど、結構聞き取りができて質問の内容を理解しててもなんか出てこなかったりとかして、あ、こういうところができてないんだなっていうふうに思ったんですけど、そういうふうに質問をちゃんと言われたやつをその後一語一句真似して言えるか、もうシャドウイングっていうよりかはもう言い終わった後に言えるかっていう、そこがね、結構ね、意外と言えてないんですよね。で、この練習非常にシャドーイングとかディクテーションを合わせたような感じの練習法なので、私は最後ね、自分の力こうもう磨き上げるためにこの練習すごく気に入ってやってましたが、なかなかね、900点取ってても、満点か、リスニング満点取っててもなかなかね、そこできなかった気がします。はい、ということで、今日の動画が参考になったよ、ちょっとでも参考になったよっていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。
あなた個人におすすめの動画はこちらに出てますので、よかったら次に見てみてください。そして次回の私の動画のアップ予定の内容は来ました、英語の発音についてです。私も初めね、昔の英語を聞いてもらうとすごいわかると思うんですが、すごいね下手くそなんですけど、まだ安心になってきてると思うので、その発音についていよいよ再び動画にしますので、よかったらチャンネル登録して待っててください。では See you!